相対的にね、合うね。そんな目黒通り沿いは、あ、日に日に成長していくアジサイ、そして枯れてるアジサイもありますね。最低限小さくなってるのはあるけど、これとかも大きいけどね、ちょっと色が、はい、ここのアジサイ街道も少し咲いてきてますけど、まだまだ少ないですね。ちっちゃいですもんね、ここら辺はね。もっとバッとせり出すようにね、咲いてほしいですけどね。ね、はい、おはようございます。今日はですね、土曜日。あ、この辺りは綺麗ですね。こういうアジサイもあるんですね。なんかね、ガクアジサイでも結構でかい。今日はね、土曜日なんですけど、結構朝8時前に歩いております。最近ちょっと歩いてないんで、まあ雨も降ってないということで、ちょっと歩いてみようかと思っています。アジサイもそろそろね、最盛期に近づいてきているような感じです。ここ最近ちょっとアジサイの動画が多いんですけどね、なんかこの辺はご了承いただきたいと。ここはなんか紫っぽい、なんか青と紫の中間点みたいなね。これアントシアニンの、これ綺麗だな。結局ね、土の中のアルミニウムと結びついてね、色の変化があるということでね、これ酸性の土壌で青くなってるって話は前回しましたけど、2021年5月29日土曜日で朝8時前ぐらいですね。おはようございます。いやー、アジサイばかり最近撮っていますけどね、ちょっと紫とね、青でちょっと色が違いますね。ここら辺少し色の違いがありますね。そしてここは白ですね。白はまた品種が違うんですね、これね。なんか同じ土壌でもこうやってね、色が違うっていうのは種類が違うってことですね。まあ、ここもいろんなアジサイがありますね。いいですね、アジサイ街道。まあ、白いアジサイがあったり。まあ、この辺り、まあ、この辺りはね、アジサイがこう綺麗なんでね、歩いてても気持ちがいいです。本当はまあ明月院とかね、鎌倉の行ってみたいんですけどね、なかなか行けないという最近。ああ、ここら辺もね、綺麗ですね。紫、ちょうどいいあれになってますね。またね、桜並木とは違った見応えがありますよね。綺麗だな。土壌によってこの色が変わるっていうのもね、そういう草木も珍しいといえば珍しいですよね。こういう中にポツンとこうね、赤いね、こういう紫色の赤いアジサイがあるっていうね、ちょうどここで土壌の色が変わるんですかね。土壌のね、アルミニウムがこの部分だけ多いってことなんですかね。アントシアニンの色が土壌によってね、土壌のpH値によって変わってしまうというのがアジサイです。紫でも、まあこれとか赤いですね。めちゃくちゃ赤い。日本は相対的にね、青いのが多いらしいですね。やっぱりこうやって見ててもやっぱり青いアジサイの方が多いように見受けられます。はい、これはまだね、これからって感じですね。こんな感じでアジサイ通りでした。はい、土曜日の臨死です。やはり平日の朝よりは人が多いような気もしますけど、まあそんな若い人はいないですね。一寸法師です。はい、目黒不動尊です。目黒不動尊境内です。あんま人いないですね、今日は。水かけ不動明王様はやっぱりまだ水がかけられない。
心の中でまだ試着を持たなきゃいけないな。懐かしい、この真ん中の奥建物に住んでたんですね。もう20年前かね。1階がバイク屋だったんですけど、バイクやってんのかな、今もうやってないな、ね。そんな目黒通り沿いを、山手通り沿いを歩いております。山手通りの大鳥神社の近く、こちらのマンションにね、20年前ですね、もう僕住んでたのは。もう今日はそんな感じで歩いております、ね。そしてここ家具屋さん、ね、昔はコンビニだったんですけどね、ここね。懐かしい家具屋はね、向こうのね、まあ、串カツ屋になってるところに昔はもともとあって、この辺り今でもね、近所まで来ますけどね、懐かしい気持ちになります。はい、はい、らっしゃいませ。店内でよろしいでしょうか。はい、はい、モーニングってやってます。はい、ではこちらになりますね。あ、これ、お写真などがございましたらこちらからでもちょっとお得な感じにはなります、はい。ドリンクは、あ、こうプラスするとこれだね。そうなんです、そうなんです。ここではドリンク付きのお値段、これは単品のお値段になりますね。はい、はい、でこちらはドリンクとのセットになります、うん。こちらはポテトなんかのセットもできますけど、こちらはポテトとかもし欲しいなと思いになったら単品扱いになります、はい。で僕はね、モーニング野菜バーガー、はい、こちらチーズ入ってない方でいいですか、ね。はい、で、はい、M 野菜入りました。あ、のドリンクセットね。はい、ドリンクは、じゃあアイスカフェラテの M サイズ、はい、はい、どうしましょう、こうか。このフォルムが、トマトは全然使わない。アウトバイだな、アウトバイだな。でも働きづらいと言いたくない。おしゃべりな、うん、ああ、そうか、そりゃあ、あ、そうだよ、なんだこいつ、腹が減った。あ、フランチってのもあるね。あ、これは水でいいかな、フランチ。うん、
お、なんかできるね。駐車場あって、これが多分建物だな。解体したの。はい、目黒通りです。ニトリがここにね、できるそうなんですけどね。まあ、いつになったらできるんでしょうかね。これ写真撮れんね、写真。写真撮って、小崎七かまどでした。これな。ページョア。わかんねえ。ああ、ダメだ。